さあ1番の八日市屋はその田中のラインの後ろで、現在は9番の高橋と並走、残り600の鐘、スローペースになっていますが、後方から8番の水谷が前に上がってきました。それを見て2番の矢野も踏んでいきます。4コーナーからホームストレッチ、まもなく残りが1周。さあ2番の矢野が先行体制、2番手ですが4番の朝秀が守りきりました。3番手6番の堀、その内側に5番田中が下がっています。さあ3番手をさばきに行った5番の田中、バックスレッジ、2番の矢野が先頭、2番手4番の朝日でぴったり追走、3番手少し車間が空いて5番田中、まくってくる9番の高橋は4番手外で少し苦しくなった。4コーナーから直線、2番の矢野が先頭、外から5番の田中が伸びてくる、矢野が粘る、さらには3番松本、松本が最後は